はい、こんばんは。本日はですね、この東京都知事選がですね、6月20日告示、それから7月7日投開票ということで、いよいよ告示の日がですね、迫ってまいりましたけども、ここでですね、この小池都政ですね、一体どんなことをやってきたのかというですね、小池百合子現職知事ですね、その小池さんが3期目ですねを狙って、立候補表明したわけですけども、その立候補表明もね、とんでもないね、立候補表明、記者会見になりましたけども、それでですね、その小池百合子さんのですね、これやってきたことですね、でその中でですね、この大規模再開発ですね。これがね、小池さんのね、一つの特徴なんですね。一つの特徴ですね。まずね、これ非常にね、問題でですね、また話題ともなっている神宮外苑再開発問題ですね。これも大変な問題ですね。それから、今ね、話題になっているですね、この東京オリンピックの選手村の跡地にですね、開発された晴海フラッグですね、ここはね、居住用マンションね、ものすごいね、開発されました。これもね、ほとんどね、今ね、住民が入っていないということで、3割ぐらいしか入っていないということでですね、ゴーストタウンのようだというふうにね、されてるんですね。この大開発。それからね、この日比谷公園ですね。日比谷公園もね、これもね、やっぱり樹木伐採されるというね、再開発があるんですね。ということで、この小池さんのですね、この再開発というのは、とにかく樹木を伐採するですね。東京というのはね、意外にね、樹木が多いんだけども、それをね、どんどん伐採していくってですね、伐採していくという、東京都のですね、まさにこの、なんていうかな、都市としてのですね、この景観というかね、いいところをですね、どんどん削っていく。それが小池都政の特徴なんですけども、それからね、晴海フラッグですね、これもね、まさにデベロッパーのね、優雅ままということで、まさに今、ゴーストタウン化しているということですね。でね、このね、今3つ僕は挙げましたけども、1つは神宮外苑再開発ですね。で、2つ目が晴海フラッグ。で、3つ目が、日比谷公園ですね。でね、この3つともですね、このデベロッパーのね、主人公が決まってるんですね。これはね、どこかというと、三井不動産なんですね。三井不動産。ね。でね、三井不動産なんだけども、これがね、極めて驚くべきですね、ことが分かったんですね。これはね、赤旗がね、スクープしたんですけども、なんとですね、この三井不動産グループに対してですね、東京都庁からですね、東京都庁の幹部14人が天下りしていたっていうんですよ。14人が天下りしていた。ね。ね。今言ったようにですね、この三井不動産ね、とにかく小池百合子東京都知事ですね、その肝入りのですね、この事業なんですよね。この神宮外苑再開発、これは大変な大事業ですよね。そして樹木を大伐採する。ね。とんでもないことですよ。それからね、晴海フラッグ。これもね、今幽霊、ね、ゴーストタウンになっている。ね。それから日比谷公園。これも樹木を伐採する。ね。これ全部三井不動産。そして、この小池さんの下でですね、この三井不動産に対して、東京都のですね、幹部14人が天下りしていたっていうんですよ。ね。で、14人のうち8人は、この再開発事業を所管する都市整備局の元幹部であったということなんですよ。で、元局長2人も含まれていたということなんですよね。これはね、もう癒着のね、本当に根源というかね、ということですね。でね、この一応ね、誤解のないようにね、一応言っておくと、この天下りした14人のうち、2人はですね、これはどうもね、赤旗の調査によれば、石原都政時代のね、天下りだっていうんですね。そうすると12人ですかね。うん。だけどこれね、東京都知事ね、見るとですね、まあ石原さんはね、東京都知事結構長かったですよね。それからその後を継いだのが、これは猪瀬直樹さんですよね。副知事だった。それからその後、舛添要一さん。それから小池さんになってるんですね。でね、猪瀬さんってのはね、もう1年ぐらいしかやらなかったんですよね。ほぼ。で、舛添さんも1年半ぐらいしかやってないんですよ。なので、小池さんの時にですね、やっぱりこの天下りってのはね、いっぱいあったんじゃないかと思うんですね。うん。なのでね、小池さんね、これね、相当な僕はね、責任問題だと思いますよ。ね、責任問題。だってこれ天下りってのは要するにね、天下りのこれね、趣旨は何か。趣旨。ね。例えば三井不動産がね、でっかいね、大きいですよ。ね、事業を展開する。ね、神宮再開発。神宮外苑再開発ね。まあその時にですね、東京都庁、これね、非常に重要じゃないですか。ね。うん。都市計画のね、関連がありますからね、東京都庁、非常に重要ですよ。ね。これ、高さ制限とかそういうのをね、まあ取り除いてもらわないと、超高層ビル建たないということですからね。非常に重要ですよ。ね。晴海フラッグにしても非常に重要ですよ。ね。これ、東京都のね、土地ですからね。うん。ね。これをね、9割のね、なんていうかな、周りの地価よりも9割もね、下げて、そして売ったということですからね。うん。ね。ということはですよ。ということは、これはとにかくね、どういう趣旨かというとですね、これだって行政を進めているのはまあね、これはなんていうかな、ロボットが進めてるわけじゃなくて人間が進めてるわけじゃないですか。ね。そしてそれを決めるのはですね、もちろん、知事でありですね、そしてその原案を作るのは、なんといっても都市整備局ですよね。そうすると局長がですね、2人も天下ってる。ね。三井不動産に。そして、その局長だけじゃなくてですね、この赤旗の記事を見るとね、都市計画局の、この都市計画局っていうのはね、今の都市整備局の前の名称なんですよね。都市計画局の参事ですね。それから都市計画局の課長ですね。それから都市整備局になってから、所長ですね。それから三井不動産レジデンシャルに天下っているのが、都市整備局の所長ですね。まあそういうね、あと公安局の課長とかね、まあそういう人もいるわけですけどね。うん。ということはですね、この都市、整備局、まあその前に都市計画局ですね。この人たちがですね、どうですか？天下りってのは、ね。東京都庁の職員を終えてですよ。ね。それから、三井不動産に天下って、あるいは三井不動産ね、三井不動産レジデンシャルに天下って、そこでですよ。ね。高給をはむわけじゃないですか。高給。ね。高いお金を受け取るわけですよ。高い給与をね。そしてどんな仕事をするんですか。ね。大した仕事しないですよ。ね。まあその仕事とも、ね、うんぬんはともかくとしてですね、それってですね、結局、自分がね、そういうところに天下ってですね、高級ハム。そしてそれをね、お金をくれるのはどこ？三井不動産。ね。で、その三井不動産の事業に対して許認可を与える。これって賄賂とどこが違うんですか？しかも巨大な賄賂じゃないですか。人生最後まで面倒を見ますっていう賄賂じゃないですか。ね。そういうことでしょ？趣旨としては。それ以外ありえますか？ね。それ以外ありえますか？ね。だって、三井不動産12人、三井不動産レジデンシャル2人、合計14人。ほとんど、この8人が都市計画局、都市整備局ですよ。関連ですよ。ね。うん、まあ公安局とかね、あと東京消防庁のね、方面本部長とかそういう人も含まれていますけどね、うん、そういう人は4人ですよ。ね。ということは、これはですね、まさに、この再開発事業のですね、これね、巨大な賄賂じゃないですか、これ。巨大な賄賂でしょ？ね。うん、これどこが違うんですか、巨大な賄賂と。ね。どこが違うんですか、どこも違わないじゃないですか。ね。うん。賄賂じゃないんだったら、こんなことやめろって話じゃないですか。天下りやめろって話じゃないですか。ね。うん。で、天下りするんだったらね、天下りじゃなくてね、再就職するんだったら、全然関係のないメーカーとかそっちの方に行きなさいって話じゃないですか。ね。自分の能力を生かして、ね、メーカーであるとか、何の関係もないところに行きなさいって話じゃないですか。なんでね、この直接ですよ、三井不動産にね、三井不動産グループに天下りしなきゃいけないんですか。おかしいじゃないですか、これは。ね。うん。おかしいですよ。ね。そしてね、この赤旗の記事によればね、この最後にね、市川隆夫、臨海都民連、事務局長っていうね、方の談話が載ってるんですよ。ね。うん。で、この市川さんというのはね、この談話でもね、こうお話になってるんだけども、35年前からね、この臨海副都心とか、東京都の大型開発を監視してきたっていうんですよね。うん、でもうその昔からね、こういうね、話は進んでいて、ね、うん、その頃からもうデベロッパーとかゼネコンとかですね、こういう準備を進めていて、天下りの受け入れを増やしていた疑いがあるっていうんですよ。そして中には、この天下りした幹部の中には、現役の都庁の職員と接触して、職員の職務に影響を及ぼした事例も聞いているっていうんですよ。ね。これあまりにひどいじゃないですか。ね。ということは、これは完全に賄賂じゃないですか。賄賂とどこが違うんですか、これ。この天下り。ね。これ国の天下りについてはね、とにかく国会でもね、非常に問題になりですよ。そして、いろんなことがね、されてきましたよ。ね。また緩んでいますけどね。これ東京都の場合は何にもやってないじゃないですか。そして、ね、これ三井不動産非常に問題になっているですね、このグループですね、特に神宮外苑再開発ね、うん、それから晴海フラッグ。これでね、非常にね、話題になってる、問題になってる業者ですよね。そこに14人もですよ、天下ってるんですよ、これ。とてつもないことだと思いませんか、これ。ね。とてつもないことですよ。そしてですね、確かに準備はね、ずっと前から進めてきた、ね、ことかもしれません。ね。うん。これ天下りをね、受け入れるということはね、うん。そういうこともあるでしょう。だけど、これをですね、認めたのは、ほとんど小池百合子さんの時代ですよ。小池さんがほとんど認めてるわけですよ。ね。これ小池さん認めなければ、これはね、実現しないわけですよ。ね、つまり、ね、これが見識のある、ね、都知事であればですよ、ね、これは三井不動産というのは非常にね、もうデベロッパーの中心でね、とにかく東京都のこの事業ですね、これの本当に中心になっていると。ね、晴海フラッグについてはね、東京の都の土地ね、これも9割で、ね、9割値下げでですね、請け負ったね、払い下げられた業者であると。そこに天下りするのは、あまりに、ね、これはね、露骨で、世間からどう見られるか分かりませんと。なので、これは私は認めるわけにはいきませんと。また別のね、口を探してくださいとかなんとかね、うん。見識があれば、それぐらい言うわけじゃないですか。ね。ところが小池さんは、何一つ言わなかった。ね。そして天下りを全部認めた。ということは、小池さんは完全な、この天下り人事の主犯じゃないですか。主犯でしょ、これ。ね。まあ、主犯っていうのは何人かいますよ、それはね。まあ、いますよ。だから小池さんの、小池都知事の前の都知事ね、舛添さんですね。それから、猪瀬さんですね。それから石原さんにもあるでしょう。あるでしょう。ね。そちらの方にもね、やっぱりそれも主犯のね、一人だと思いますよ。ね。うん。ただね、猪瀬さんと舛添さんは、ね、非常に短かったので、1年と1年半ですからね、どこまでこの天下りにね、関与しているのかはわかりません。ね。だけど、小池さんはほとんどでしょう。これ。ね。8年もやってるわけですからね。ということは小池さんは主犯中の主犯じゃないですか。ね。なので僕はね、これは小池さんにもうこれが出たからには即座に辞表の提出を求めます。辞表を提出すべきです。ね。これ都知事選の立候補を取りやめ、そして辞表を提出すべきです。ね。なぜならば、ね、14人天下り。ね。そのうち12人は石原さん時代ではない。ね。しかも、都市整備局の幹部である。これは賄賂そのものです。それを認めたのが小池百合子さん。ね。小池さんは、このですね、責任を取らなければいけません。なので、即座に辞表提出。ね。これはですね、都知事選の立候補取りやめ、そして即座に辞表提出。これを求めます。ね。これはね、なんていうかな。まあ、人の道として当然ですよ。ね。当然ですね、これはね。うん。とにかくね、こんなひどい話はね、ちょっとね、信じがたいですね。信じがたいです。ね。ね。これはね、まさに、あまりに極端な賄賂買収じゃないですか。ね。ね。都市整備局ですよ。都市整備局。まさにもろじゃないですか。ね。晴海フラッグとね、それから神宮外苑再開発と。それがですよ、東京都庁の都市整備局の幹部。ね。14人天下り。これはひどいじゃないですか。ね。これはあまりにひどいですね。ね。これね、まずね、一つ一つね、まあちょっと 見ますけどね、神宮外苑再開発。どうですか、これ。ね。神宮外苑再開発。ね。これまずね、どうやって決まったかというとね、一番最初はね、これね、東京都と何の関係もないですよ。森喜朗さんですよ。森喜朗さん。これね、東京五輪の頃ね、僕はこの一月万冊で何度もね、解説説明しましたけどね。これね、2012年ですよ。2012年にですね、森喜朗さんのもとにですね、当時の東京都の副知事が出向いて報告していたんですよ。これこれこういうふうにやりますよと。ね。この明治神宮外苑の再開発はこうやりますよと。ね。そういう説明をしていたんですよ。ね。そしてそこでもうすでに決まったんですよ。ね。森喜朗さんはね、ああ、これはいい計画だ。ね。俺の目の黒いうちにこれはやっていただきたいっていうね。そして、東京オリンピックよりはむしろこちらの方が俺にとっては大事なんだっていうね、そんなようなことも喋ったということですよ。ね。ね。そしてこの再開発ですね、これに三井不動産が絡んでいる。まあ当然ながらね、これ明治神宮はね、これ主役、ね、ですからね、明治神宮。それから、日本スポーツ振興センターですね、JSC ですね。それから伊藤忠商事。ね。これが地権者なんですよ。ね、地権者。地権者ってのは明治神宮と、それから JSC、日本スポーツ振興センターですね。それから伊藤忠商事。ということなんですよ。ね。そして、この地権者と、それから三井不動産ですね。その間でこの計画をどんどん練っていったということなんですよ。ね。これはね、まあ、明治神宮っていうのはね、明治神宮ね、この神宮外苑ですね、神宮外苑、これはね、外苑と内苑とね、一体化したね、このなんていうかな、樹木のですね、まあ、配置というのがあってね、そして外苑の方の樹木をね、まあ、どんどん切っていきましょうということですよ。ね。そしてね、これはね、ここにはですね、神宮球場ね、まあ、これはまあ有名ですけど、神宮球場と、それからラグビー場があるんですよね。まあこれ、秩父宮ラグビー場っていうのがあってね、ラグビーやってる人にとってはね、まあメッカなんですけどもね、まあここをね、場所をね、両方ね、これ、場所を取り替えるというですね、こんなような大工事をやるんですよ。ね。なんでそんな必要があるのかなっていうね、気もしますけどね。ね。とにかく取り替えようということですよ。ね。そしてね、これについてはね、とにかく、神宮外苑というのはね、地権者だけの問題じゃないんですよ。地権者だけの問題じゃない。ね。これはね、今も説明したようにですね、まさにね、明治神宮ですね。これ、明治神宮がね、ほとんどこう、持っているわけなんですよ。ね。でね、この土地というのは、これ東京都民にとってはね、非常にね、憩いの地なんですよね。いや、僕もね、学生時代から何度もね、ここ行きましたよね。そして絵画館前のね、イチョウ並木であるとかね。これはもうね、本当に素晴らしいですよね。こういうのは本当に残してほしいですよね。それがとにかくね、イチョウ並木は残すということなんだけども、その他の樹木は伐採するわけですよ。ね。ということで、これはね、景観がね、まずね、ガラリと変わっちゃうと思いますね。ガラリと変わっちゃう。で、そういう東京都民は、全くの蚊帳の外ですよ。蚊帳の外。ね。東京都民どころか、この近くに住む住民も、全くの蚊帳の外なんですよ。ね。これはね、とにかく住民がね、このね、説明会を受けたのはね、これ2019年ですよ。2019年。どうですか？森喜朗さんがね、何の関係もない森喜朗さんがですよ、2012年にね、詳しい説明を受けてですよ。これね、その説明ってのはもうね、もう完成した説明ですよ。ね。そこでもう決まってんですよ。そして、近くのね、住民たちがですね、説明を受けたのは2019年ですよ。こんなバカなことはありますか、これ。ね。そしてその説明会っていうのは全くひどかったんですよね。本当にひどかったんですよ。ね。これはね、もう全くね、住民がね、もうびっくりするようなね、大開発だったんですよね。で、これがね、その説明資料についてね、三井不動産側はね、手渡さなかったって言うんですよ。その場で説明するだけで。ね。その場で説明するだけでね、もうこれもおかしいじゃないですか。なんでこんなことやるんですか。ね。おかしいでしょ。ね。そしてね、この説明会に参加できるのは、このね、近くの住民だけなんですよ。近くの住民たちだけ。ね。で、これはね、まさにこの最初の説明会はね、住民たちにですね、近くの住民に、この投資番号がついてね、ついた案内状をですね、ポスティングしてね、そしてそれをですね、当日受付でね、差し出して本人確認。それをしないと入場させないと。ね。どうですか、これ。そして録音も録画も禁止。なんでこんなに秘密にする必要があるんですか。ね。そんなにね、専門家とか、あるいは弁護士とかね、ジャーナリストとか、入っちゃいけないんですか。おかしいじゃないですか。ね。なんでこんなことやるんだ、三井不動産ってことですよ。ね。全くおかしいですよ。ね。そしてその後、ね。このね、たった2週間で締め切られたんだけど、このパブリックコメントですね。パブコメね、要するにね。で、集まった意見33件、すべてが計画に反対だったということなんですよ。ね。これはおかしいでしょう。ね。これはおかしいですよ。ね。そして結局ね、この完成はね、2036年頃のね、完成ということなんだけども、ね、どういう計画になるかというとですよ、ね、これはね、神宮ね、神宮外苑ありますよね、このね、絵画館に向かってね、イチョウ並木がぐーっとね、ずっと続いてるじゃないですか。ね。で、その左にですね、伊藤忠商事の本社があって、これがね、高さ190メートルですよ。どうですか ?190 メートル。ね。そして、その隣には60メートルの高層ビル。そしてその隣には185メートルの超高層ビル。そしてまたちょっと置いたその隣には80メートルの高層ビル。どうですか、これ。これね、神宮外苑ね、ガラリと変わりますよ、これ。ガラリと変わる。ね。そしてね、この樹木の伐採ね。これね、伐採してね、これという説明ではね、そんなにね、この面積ね、変わらないというふうに言っているんだけども、ね。これね、移植しますからね、樹木をね。もう最初の頃はね、これ若い樹木なので、すごくね、低いですよ。ね。すごく低い樹木ですよ。なのでね、これスカスカですよ、これ。2036年。ね。というとね、あと11年、12年ですか。あと12年後ですね。ね。で、我々がね、年老いた頃っていうかな。その頃ですね、神宮外苑散歩しようかというふうにね、散歩してもですよ。なんだこれ緑全然ないね、と。そしてなんだこの超高層ビルは、と。そういう景観になっちゃうんですよ。それを今進めてるんですよ。ね。ね。これはとんでもないことだと思いますよ。ね。こんなものをね、今ね、やろうとしてるんですよ。ね。もうとにかく問答無用で進めている。ね。三井不動産。ね。そしてその三井不動産に、ね。これね、小池さんはまさに認めてですよ。ね。14人天下っている。どうですか、これ。ね。でね、あとね、三井不動産がね、主人公ね。晴海フラッグどうですか、晴海フラッグね。これは東京オリンピックのね、全然しょぼい東京オリンピックの、まさにこの選手村ですね。ね。その跡地ですよ。あとね。ね。選手村の跡ですよ。ね。で、これね、面白いね、コラムを見つけたんでね、これ紹介したいと思いますね。これはね、不動産ジャーナリストのね、榊淳さんっていう人ですね。この人、テレビなんかでね、時々出るみたいなんですけどもね。首都圏のね、マンションマーケットですね、マンション市場に関するね、分析とか情報発信ね、というのをされているんですね。でね、その人がね、このね、専門家としてですね、この晴海フラッグね、書いてるんですよ。ね、コラムにね。部分的にちょっとね、そのまま読んでみるとね、こういうふうなね、コメントなんですよ。ね。日本のマンション開発史において、あの物件ほどデベロッパーが大儲けした事例はないでしょうね。東京都から買った土地代は、一住戸あたりわずか230万円。マンションの建設費なんてせいぜい2500万円。1億4000万円の住戸を売れば、儲けは1億円以上。特に2025年3月期の利益は天文学的になりそう。どうですか、これ。三井不動産ですよ、これ。ね。で、その三井不動産にね、東京都のね、これ担当局からね、天下り14人。ね。どうですか、これ。ね。おめでたい話ですかね、これね。で、さらに榊さんはね、こういうふうに書いてるんですね。では、損をしたのは誰か。まず第一に東京都です。あの土地はもっと高く売るべきでしたね。最下の、これ認めるね、最下の反抗をしたのは小池のおばさん。これおばさんってのは榊さんがね、そのまま書いてるんで、僕は読んでるだけですよ。ね。アホですね。これも書いてる通りですよね。アホですね。ちょうどその時、築地時点で揉めていました。でも結局、小池おばさんが妥協する形で移転決定。おばさん、ごねるのなら築地ではなく、晴海でしょう。しかし、あのおばさんは自分が目立つことが最優先。世間の注目が集まる築地ではなく、築地ではごねてパフォーマンス。当時は地味だった晴海は、これちょっとね、差別用語なんで、そのまま反抗をした。アホの極みです。その後、例のコロナ騒動が起こって五輪は1年延期開催。晴海フラッグの引き渡しも1年延びて今年から。五輪自体はかなり地味に終わって印象に残らず。なのに、開催誘致をめぐる汚職で逮捕者続出の醜態。まさに汚職にまみれた湾岸五輪だったのです。その選手村跡地のマンションが晴海フラッグというわけ。このマンション、この先どうなるのでしょうね。というようなね、コラムなんですね。これはね、とにかくね、ひどいですね、ハルミフラッグね。ね。これ今問題話題になってますよね。ね。で、このね、榊さんがね、指摘するにはね、やっぱりね、ハルミフラッグから、これ新宿とか渋谷に行くには、やっぱり1時間以上は優にかかるということなんですよ。ね。1時間以上。ね。しかもですよ、この通勤時間帯にですよ、ハルミフラッグからね、ハルミフラッグの自宅を出て、ね、最寄りの勝どき駅ですよ。ね、勝どき駅。ね、このホームに立つまでに要する時間は、推定で小1時間かかるって言うんですよ。どうですか？ハルミフラッグからね、最寄りの勝どき駅のホームに立つまでに小1時間。ね、どうですか？ね。これね、不可能でしょ、こんなね、暮らしっていうかな。これじゃね、東京都心っていうか、東京に住んでる意味がないじゃないですか。ね。ということはね、本当にね、新宿渋谷、ね、これ1時間半ぐらいかかりますよ、これ。自宅から。こんなので、可能ですか、こんなとこに住むの。ね。不可能でしょ。ね。そして榊さんがね、心配してるのはね、これちょっとマクロ経済にね、関することなんだけども、中国がね、今これすごいじゃないですか、この不動産不況っていうかな。ね。これね、まさにこの中国のね、このバブルですよね。ずっと僕もね、中国ね、旅行した時にね、本当にね、目撃しました。ね。このね、ビルっていうかな。この居住用ビルがですね、マンションですよね、はっきり言えばね。この高層マンションがね、至るところに立ってるんですよ。ところがね、全然入ってないんですよ、人が。ね。これね、バブル崩壊、これね、もう時間の問題だと思いますよ。ね、残念ながら。そして、そのバブルの崩壊はね、これ榊さんも書いてますけども、桁が違うんですよ、桁が。ね。これはね、日本のバブルなんてのはね、もう本当に可愛いもんですよ。ね。そしたらね、これがね、襲ってきたら、これ日本どうなりますか、これ。ね。大変なことになりますよ。ハルミフラッグなんか吹っ飛んじゃいますよ、これ。ね。あっという間に。これもう価格なんかね、もう合ってないようなもんっていうかね、それでも人は入らないっていうね、そういう状況になると思いますよ。ね。そしてね、その現在ね、ハルミフラッグどうなってるかというとね、これはまず NHK がね、報道したんですね。もうね、ハルミフラッグで入っているのは3割。ね。3割っていうかな。これは反対か。3割以上の部屋で居住実態が確認できなかったということですね。これがNHK がね、報じたことなんですよ。ね。そしてね、これはね、女性自身がね、これね、取材してみたんですよね。で、住民にね、ハルミフラッグの住民に話を聞いてみたんですよ。そしたらね、こういうね、ことを言っていたということなんですよね。ゴーストタウン化しているというのは本当です。体感ですが、全10戸の3割ぐらいしか住人はいないように感じます。これ NHK とは反対にね、3割ぐらいしか入ってないと、人はね。敷地内に新しくできた商業施設、ララテラスもオープンしたばかりなのに活気がなくて悲惨ですよ。飲食店なんかこの辺りじゃ、ここにしかないのにガラガラ。このままだといずれ撤退するテナントも出始めるでしょうね。と言ってるんですね。これ、ララテラスっていうのはね、今年3月にね、オープンしたんですよね。これハルミフラッグの中にある唯一の商業施設なんですけどもね。でね、この女性自身の記者がね、実際行ってみたんですよ。ね。実際行ってみたら、やっぱりね、この3階ね、1階から2階3階まであるんだけども、3階フロアは全くね、人っ子一人いない人。ね。そして2階フロアも、これはね、100円ショップとか書店とかね、飲食店が並んでるんだけども、やっぱりね、客がまばらだと。ね。まばら。ディナータイムだったのに、ね、ただ一つファミリーレストランだけがね、客がいっぱい入っていた。あとは全然入ってなかったっていうことなんですよ。ね。うん。ね。そしてね、これはね、この女性自身の記事なんだけども、この不動産ジャーナリストがね、このね、行き過ぎた不動産投資ですね。まあこれ三井不動産のことをね、指してるわけですけども、その行き過ぎた不動産投資の弊害をね、指摘しているんですよ。こういうふうに言ってるんですよね。晴海フラッグの事例は、不動産投資が過熱することで生じる様々な問題を浮き彫りにしました。空き部屋が増えると地域の活力が低下し、商業施設や公共サービスの維持が困難になる可能性もあります。晴海フラッグは、子育て世代が集まることで地域のコミュニティ形成が生まれることを期待されていましたが、住人がいないのではそれも難しいでしょう。このままでは街が寂れていくかもしれません。これ晴海フラッグね、これね、とにかく空き部屋がね、もうとにかく目立つということですね。まあこれ要するにね、実需っていうかな、まあ自分が住みますということで、住むということが目的で応募してくる。まあもちろんそういう人をね、もちろん優先していたんだけども、それでもね、やっぱりね、かなり投資用のですね、なんていうかな、投資目的で買ったね、層がものすごく多いんですよ。なのでそれが今ね、売れないということなんですよ。はっきり言えばね。うん。なので空き部屋がすごく目立つということなんですよ。で、ここでですよ、まさにね、大きな例えば中国のね震源とする大不況が来た場合ね、これは大変なことになっちゃいますよ。ね。うん。これは要するにね、日本のバブルですね、バブル崩壊。これをね、全然勉強していない、学習していないということですよ。まあ三井不動産ね、まあデベロッパーっていうのは結局そうやって儲けるしかないわけなんですけども、それでもね、やっぱりね、この銀行のね、経営で言えばね、このサウンドバンキングっていうんですけどね、まあ要するにね、コツコツとね、叩いて、音を聞いてですね、慎重にこう投資を進めていくというね、まあこれ金融のね、まさに、この金融のですね、経営のですね、一番のね、勘どころなんですけども、デベロッパーもね、やっぱりね、それをね、やっぱりね、勘どころにしないといけないと思いますね。うん。やっぱりサンドバンキングですね。うん。やっぱりね、ちゃんと音を聞いてですね、そういう判断しないといけない。ところが三井不動産の場合はですね、それをやってないんじゃないかというね、そういうね、ことを考えざるを得ないですよね。うん。ね。この晴海フラッグを見ると、本当そう思いますね。うん。ね。うん。これはね、まあどういうことになるのかね。うん、この後始末、もしね、これが、バブル崩壊の時のようなね、ことになったらですね、この後始末というのもまたね、大変なことになると思いますね。うん。ね。そしてこれもね、三井不動産ね。そしてここにどうですか、グループに14人天下り。ね。うん、それをですよ。まさに、ね。うん、このね、小池さんがこれを認めちゃったということですよ。ね。うん。ね。どうですか、これね。うん。ね。まあ、そんなようなことですよ。ね。うん。それからね、もう一つは、日比谷公園ですね。これもね、やっぱり三井不動産が中心ですよ。ね。ここも再開発してね、ここはね、この再開発地区と日比谷公園をね、この2本のね、連絡橋をデッキでね、結ぶというね、こういう計画なんだけども、これでね、まあ、400本から500本ぐらいね、この日比谷公園のね、樹木を伐採しちゃうんじゃないかっていうね、それがね、心配されているわけなんですね。うん、実際もうこれね、日比谷公園の場合始まってるんですよね。うん、始まってるんですよ。ね。うん、まあ、そんなようなことでね、この小池都政ね、小池都政。とにかく、東京都、ね、東京都は、要するにこの樹木がね、非常にね、多いということで、まあ、比較的多いということで、ね、それがね、東京都の、このいいところっていうかな、特徴だったんだけども、そのね、メリットっていうか、長所、ね、いいところ、これをどんどん削ってるんですよ、今。ね。ね、小池さんにはね、政治哲学も何にもないんですよ。ね。この緑がね、自分のね、ね、勝負服だっていうね、自分のカラーだとか言ってですよ。ね。緑が自分の勝負服だということで、この前ね、ぶら下がり会見でね、まだなんかそれを、ね、指摘されてましたけどね、つまんない質問ありましたけど、ね。だけどやってることは全く真反対なんですよ。真反対。ね。そうやって自分に政治哲学も何もないので、見識も何もないので、こういうことをね、まさにそのまんま認めちゃってるんですよ。ね。もう業者の言うなり、自民党の言うなり、ね。森喜朗の言うなり、ね。個人的には森喜朗さんとね、ものすごく仲が悪いのに、ね。あるね、ことをきっかけにね、あることを拒否したおかげでね、おかげっていうかね、仲が悪いね、ことがあるんですけどもね。まあそのことはね、まあ前の動画でちょっと申し上げてね、これは今は申し上げないですけどね。だけども結局自民党と一体化している。ね。そしてとにかく利権また利権。ね。利権また利権ですよ。こんなことを続けていいんですか？東京めっちゃくちゃになりますよ。めっちゃくちゃになる。ね。まあ、それが小池さんのね、都政ですよ。やってきたことですよ。どうですか？三井不動産グループに14人天下りですよ。ね。この天下りってのはね、まさに、この賄賂ですね。巨額の賄賂とどこが違うんですか？ね。それを小池さんが認めたということですよ。ね。なので僕は、小池さんはこれはね、東京都知事をもう続けることは、やめてください。即座に辞表を提出してください。そして、この7月7日投開票のですね、6月20日告示のですね、この東京都知事選の立候補を、ね、これを辞退してください。ね、これを求めます。まあ、というようなことでね、本日ね、小池さんにね、僕は即座に辞表提出を求めると、ということをね、お話ししました。というようなことで、本日はね、この辺にしたいと思いますけども、最後にね、コマーシャルタイムをいただきましてですね、これはコロナ日本国書ですね。これはコロナ対策、感染症対策が非常に重要なんですけどもね、自民党政権の下では、科学的な知見に基づいた対策ではなくて利権に基づいた対策になってしまってるんですね。なのでね、失敗せざるを得ないんですね。そのことを書いた本です。ぜひ読んでいただきたいなと思います。それから原発と日本列島ですね。これはね、地質学者でありながらですね、動力炉核燃料開発事業団に30年間在籍されたこの著者の土井和美さんがですね、日本列島の地質をね、調査したんですね。その結果ですね、日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけない。なぜなら危なすぎるという結論に達したんですね。これ人生をかけて達した結論なんですね。そのことを分かりやすく書いた本です。ぜひ読んでいただきたいと思います。それから、これはアメリカ新聞学の旗手、トミー・オレンジのですね、非常なる問題作ですね。アメリカのね、重要な賞であるヘミングウェイ賞、全米図書館賞を受賞したですね、非常に注目されている小説です。ドストエフスキー、それから、ウィリアム・フォークナーの直系にあたる作家ですね。21世紀のフォークナーになることは間違いないと僕は思います。これがね、非常なるですね、前衛的な手法を取り入れた問題作でありながら、物語自体がすごく面白いのでですね、しかも翻訳、日本語がね、普通の日本語としてね、どんどん読み進めることができる分かりやすいね、普通の日本語なんですね。なのでね、どんどんね、読み進めることができる。そういうね、非常に興味深い本です。ぜひ読んでいただきたいなと思います。それからこれがですね、僕が関係、させてもらっている、5月処方新社の新刊なんですけども、今、日本全国地方の方ではですね、本屋さんが少なくなって、あるいは Amazon でも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう方は5月処方新社に直接ファックスなり電話なりしてきてください。郵便振込というか銀行振込で対応したいと思います。5月処方新社のファックス番号、電話番号は104の方ですぐに分かりますので、ぜひですね、遠慮なく行ってきていただきたいなと思います。まあ、というわけですので、本日はこの辺りで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。